テラスのおっちゃ。おっちゃ。今日はですね、ジメジメした天気ついてますのでちょっと元気よく挨拶してみました。今日はですね、愛福遍歴の前回の続きですね、修学旅行の時の話、したと思うんですけども、それから、それは1年生だったんですけども、2年生に上がってからの話になります。確か、古着をね、買ってたっていう話だと思うんですけれども、やっぱり古着買ってますとどんどんヴィンテージというものに興味が出てきまして、まあね、今も人気ですけども当時も人気で、やっぱりヴィンテージのジーパン欲しいななんて当然思いますよね。古着屋さんとかで見て、もちろんね、当時からもそんな安くはないのでですね、いいなぁなんて思って買いたいなと。でもまあもちろん手持ちのお小遣いでは買えるわけもでもないので、ずっと指をくわえて見てたんですけれども、その時で住んでた友達の友人、別の高校に行った子が、確かね、ラングラーの50年代のラングラーの履いてたんですよね。やっぱいいなと、これ買うしかないなと決意を新たにしまして、高校2年の夏休みですね、友人と一緒に、アルバイトをしまして、土方系のですね、アルバイトですね、やりまして、みっちり働いて、いくらだったかな、いくら、8万、ちょっとね金額忘れましたけど、まあ当時その欲しかったジーパンが8万8千だったと記憶してます。501のカーパッチですね。まあ革がね丸々残ってたわけじゃないんですけれども、破片が残ってるやつですよね。まあヴィンテージ好きの人はあるあるなんていうやつですね。ほんのり革の破片が残ってる、ものがありまして、それが8万8000で売ってまして、もうそれを買うと心に決めまして、せっせとバイトしました。で、今だったらですね、こういろいろサイズとか、ね、吟味して、これだっていうものを買うんですけれども、まあ、当時はとにかくそれが欲しくて、でもすごい当時僕ガリガリで、普通に28インチのジーパンとかも入るぐらい細い体だったんですけども、まあ、今では想像もつかないんですけれども、なのでそのジーンズが34インチぐらいだったかな。なので、ブカブカでした。まあ、ブカブカだったけれども、まあ、ちょっと着こなしでどうにかなるだろうと。まあ、当時はねそんなオーバーサイズを着るとか、そういうおしゃれでオーバーサイズを着るとかっていうよりは、まだまだジャストサイズで物を着るっていう雰囲気だったので、まあかなりオーバーサイズな感じだったんですけれども、ちょっとね上を少しちょっとねタイトめにして、下をゆったりしてで、スニーカーなんて履いてましたね。今思えばね、カーパッチで、まあ色もねそこそこ濃かったんで、まあ割とまあ 60% ぐらい残ってたと思います。ね、もう今ではもう何十万となってますけれども、まあ、当時はまだねそれぐらいの値段で買えたんで、それ履いて街を歩いてましたね。なんか頑張って、ね買ったバイトして買ったものを身につけて、なんか通りを歩くっていうのはなんか気持ちよかったですね。なんかまあ別に誰が見てるってわけじゃないんですけども、なんかちょっと自分がワンランク上に上がったような錯覚に陥って、歩いてました。そんな高校2年生の夏でしたね。まあ別編はまた次回ということで、じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。